昨日はね、一応大阪ですね、中熱部屋やってきて、よかったなと思ったのは、まあ、参加人数もね、比較的多かったことと合わせてね、たまたまほら、僕がね、公演終わった後にさ、なんかお客さんがね、サインくださいなんてサインしてたのね。そしたら、今度さ、相談乗ってくださいってどんどんこう人が来てさ、で、ずっとね、昨日は個別相談継続的にできたっていうことね。で、やっぱりね、今まで、ね、そうなんだけど、お客さんからしてみるとさ、なんか声かけづらいんだと思うんだよね。で、たまたま本のね、サインしてくれって言われた人がいたから、僕は個別相談のブースにさ、いたんだけど、さあね、もう引きないしさ、次いいですか、いいですかって、しょうがないからもうね、次ちょっと出番があるから、出番の後にしてくださいとか言ってね、やっててさ、で、このね、相談した人たちはさ、別に個別相談に来てくれればいいのに、たまたま昨日ね、僕が言ったことによって、ご相談がどんどん増えてきてさ、で、じゃあちょっと複雑な案件はさ、ちょっと悪いけどさ、個別相談、申し込んでよとか言って、ね、今じゃ無理だよって言って、そしたらね、結局個別相談ね、今回、いつだ、総支内相続のね、出版記念公演の翌日に大阪で、個別相談やるんだけど、まあ、個別相談申し込みがまだ2人だったところが、もう昨日はもう全部満タンになって、で、残念なことにさその後の人、ダメだ、お答えせざるようになっちゃって、で、しょうがないからもうこっち来てよっていうことで、まあ、横浜にも来てもらうような話をね、したんだけど、きっかけってやっぱ大事でね、我々こうやってね、なんていうかな、お客さんから見るとさ、なんとなくこう、敷居の高い会社なわけじゃん。ね、で、ここだってそうでしょ、賃貸のお客さんさ、うちのこと知ってさ、来るじゃん。なんか入り口見るとさ、なんか普通の不動産っぽくないわけじゃん。だからどうしてもね、そこでうろうろしてさ、声かけると、あ、実はチッタ探してるんですけどとかあるわけだよね。で、敷居が高いんだな、コンサル会社って。でもさ、本来の姿で言ったら、ある意味さ、相談者なんだから、要するに不動産屋さんに行くよりもね、気楽に来てもらいたいよね。なんでかって言ったらさ、ね、不動産屋さんに行くときってのは決めてから行くわけじゃん。でも、それの決めてから行くときに判断間違えたら終わりじゃんってことなわけだよね。で、僕たちのコンサルの仕事ってのはね、買うのがいいのか、借りるのがいいのか、ね、また何がしたいのかわからないけど、なんとなく今不安だって人がうちのお客さんなわけだよね。で、それを僕たちが個別相談とかいろいろしながら道筋をつけていくってこと、ね、で、今回また、ね、新たに、いわゆる、ファイナンシャルプランニングっていうかさ、要するにライフプランニングっていうか、もう要するにもうさ、若い時から、ね、我々とさ共にね、要するにいろんなことを考えて、ね、暮らしていった方が楽は楽なわけだな。で、そういうことを要するに、8月からサービスとして行うわけだけども、本来もっとね、気軽にね、来れるような仕組みにしてあげた方が僕はその、ね、人たちのためにもなるなと思ってるわけで、昨日もね、ちょっと難しい相談の方がさ、ね、もうね、サブリース会社でね、つけて買ったんだけどさ、よく考えてみたら賃料さ、そんな高くないんだよねっていう話なんだよ。で、今度ね、契約の更新の時には確実にさ、賃料下がるよねと。で、その時どうしたらいいかっていうね、相談なんだよ。でもさ、まだそんなのマシなわけじゃん、ね、要するにまだそのサブリース会社が生きてるからね。でもさ、今この時期になってさ、危険なわけだよね、実際問題として、コマーシャルアリー、ね、倒産した時にさ、ね、それに関連する管理会社、ね、のもうオートラブルさ、結構うちの方に、ね、事前に相談してきてくれたからなんとか解決できたけど、ね、あれつまずいちゃった後だったらさ、大変なことになるわけじゃん。で、それは相談する相手がいた人といない人ではもうダントツにもう人生のさ、要するに性格が変わっちゃうっていうことだよね。で、そう考えると、やっぱり僕たちの存在ってすごい大事だなと思ってるわけ。で、ね、そんなことをさ、昨日ずっとこう繰り返しね、やってきたわけだ。で、そもそも論から言ってさ、不動産って全員に関わってるわけだよね。要するに、全国民っていうかさ、全人類不動産に関わってるんですよ。で、なんでかって言ったら、こうやってね、ここで仕事していても、これね、事務所をさ、ね、借りてどんどん規模拡大していって、で、みんな働く場があったりすると、これは不動産だよね。で、家帰ってね、寝泊まりするところは賃貸だろうが、要するに売買だろうが、要するにそこはさ、不動産の上に寝泊まりするわけですよ。で、あと商売やる、ね、飲食店やる、ね、あとは事務所構える、いろんなことでも全部不動産絡んでるよね。で、その不動産絡んでるってのは
登記されてるんだよ、全部な。名義が変わってるわけじゃん。自分のものなのとか、ね、親のものだとか、いろんな名義あるね。で、これで相続が発生すると、全部そこのまた名義を変えなきゃいけないってことも、これ実は不動産の仕事ですよってこと。で、なると、僕たちの仕事ってさ、際限なくさ、幅広いわけだよ。で、もう隅から隅まで全部、うちの、要するに会社の仕事だよね。あと建築の方もそう、今日午後からね、建築のプランニングを受けてさ、我々ね、建て売りも、ね、やってたりね、あとは賃貸住宅の、ね、設計もやったり、建築もやったりするよね。で、その中で、ね、結構大きなこの建物ね、ほんだったらゼネコンとかさ、そういうとこ行くんだけど、お客さんはずーっと、要するに建築会社と打ち合わせしてるわけだ。もう3社くらいずーっと打ち合わせしてる。でもね、思いが伝わらないんですよ。思いが伝わらないって何かって言ったら、片っぽはさ、建築屋さんなんですよ。ね、で、だから、ね、都合のいいように仕事をしようとする。で、お客さんから見たら、ね、そんな都合のいいように仕事してもらいたくないわけ。自分の思ったもん立ってるわけじゃん。で、そこにね、すごい会議があるわけ。で、僕たちは、ね、ある意味では、ね、間に入ってさ、いろんなプランニングを考えて、で、お客さんの要望に合うようなものを、僕たちが、専門家にお願いするってことね。例えば、ね、うちの会社の中でも、ね、僕と設計 の、ね、三平さんなんかと打ち合わせしてるとさ、やっぱりちょっと次元が違う時あるんだよ。でもね、僕たちがこう指示してさ、こうなんない、ああなんないとか、あ、こここうしたらいいんじゃないのって言ってるとさ、だん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 、ね、理想のプランになってくるでしょ。で、この間もさ、ね、建築の新築の建物をやるときに、いや、絶対新メトリーがいいよって言ったけど、新メトリーの建物無理なんですよ、ね、これ営業の方も無理だって言ってたわけ。でもさ、よーく時間かけて、ね、寝ればできたじゃんってことね。で、そうするとさ、ここで建物が建った段階で僕たちの歴史が始まるわけなんですよ、建築っていうのはね。で、そこに新しい建物が建つってことは、僕たちが一つ新しい歴史を作るってことなんですよ。で、それを繰り返し繰り返しやることによって街ってどんどん変わってくるわけじゃんってこと。で、それがある意味ね、片手間でさ、ね、仕事の都合のいいようにどんどん建ててたとするとね、今みたいな世の中になっちゃうわけじゃん。で、ヨーロッパの人たち見てくださいってことね、ボストンの行ってみてくださいってことね、歴史のある、ね、要するに、地域というのは、ね、これ自然できてるんじゃないんですよ。みんな景観を、ね、意識しながら要するに作り上げてるから、要するに、街並みができてくるんでしょってこと。で、街並みを一つ一つ作るっていう物事の、ね、考え方がなければ、ね、街並みって作れないんですよ。だから僕は建物を作るときに必ず街並みに合うような建物、もしくは自分たちが理想とする、ね、街並みのまず第一歩を作るってこと。ね、例えばうちの KYT のね、建物見てください、ね、昔の状態であったらね、もうよたよたでさ、どうしようもない店舗ですよ。で、そこにね、ポツンと、ね、自分たちが建てたものが出来上がると、近隣もさ、全部、ね、変わってきたでしょってこと。隣のね、忘れちゃうんだけどさ、ね、ちょっと行っちゃってる建物がね、それをまあ綺麗な建物になった。デザイン的にはどうかは分かんないけども、一応さ、ね、要するに建てようって意識がなったね。で、その後ろ側もそうだ。で、このうちの建物の後ろ側もそうだ、ね、で、それは古いアパートがどんどん壊されて今だんだん新しくなってきてるでしょってこと。これはまあ建ててまだ 7,8 年だけども、 7,8 年のうちに街が変わったでしょってこと。それは何でかっていうと、新しい建物をちゃんと考えて建ったからなんですよ。そうすると、それを意識して周りの人たちが建て出すから、ね、実際僕たちが設計をに携わらなくても、それなりの、なんとか頑張ろうぜっていう気持ちになるでしょってこと。それが建物の第一歩なんですよ。ただ、ここはね、ね、いろんな人がさ、いろいろ考えてね、物事をこうやろうとしてるとかの中で、僕たちが、要するにその、ね、お客さんのニーズ を聞いてあげて、で、それに基づくものを建てていくってこと。ね、僕は過去においてずーっと、もう建築ね、全省の会社からずーっとやってるわけだよ。ね、もう多分30度くらい作ってると思うよ。でもね、どれを見ても同じものないですよ。ハンデをしたような建物を作ったことないの。それなんでかっていうと、その地域地域に合ったものをいつも考えて建てるからってこと。ね、だから、まあ今日もちょっとね、その町にあった建物が提案できるかどうかね、もう今昨日もね、移動中に打ち合わせしてるし、あとは設計の人にもね、ちょっとこういうふうにしたらいいんじゃないのって言ったらちゃんとシンメトリーの、まあ、デザインにはなったな。だけど機能にちょっと問題があるから、ここの部分をまた少しずついじりながら時間をかけてね、要するにまずプランを先考えるってことで、それを建築して初めてね、実行するわけだよな。でもさ、プランがダメだと建築もダメになるし、お客さんも入らないってことで、お客さんが入らないってことはどういうことかっていうと、ね、お客さんのニーズに合ってる建物になってないってことなんですよ。
だから、建築ね、するときに、やっぱり設計が一番重要ですよってこと。で、設計のときにちゃんと魂が入った仕事をしないと、ね、結局立ち上がったものも魂がないし、お客さん入った人も魂がない、ねにないし、で、あとね、施主の人に対しても、ね、施主自身がさ、建てちゃったら30年も、ね、ローン組んでさ、建てるわけだから、ずーっと嫌な建物だなと思ったら、ずーっと嫌な思いしなきゃいけない。いい建物だなと思うと、ずーっと30年間誇りに思えるでしょってこと。だからここはすごく大事なんですよってこと。まあぜひね、あの設計、ね、これからまたあのいろいろとね、設計の仕事もいただいているので、まあ、これはね、一つ一つね、僕たちが、あの要するに歴史観を持ってね、魂込めて作り上げる。それには設計、ね、要するに一番最初のプランニングが大事だってこと。よく理解してやってもらいたいと思うね。お願いします。以上。